はいお疲れです、えー、幕張から帰宅しまして今夜中の1時ですねはいちょっと現地民の感想もろもろのお時間になりましたはいえー、っときょ幕張メッセって僕行くの初めてなんですけどもここめちゃめちゃ広いんですよねもう本当にあのー、大型の展示会場みたいな感じです,すねもう全面フラット面の展示会場でここの展示場ホールの3分の1部分ぐらいを、えー、このプロレススペースで使ってるみたいで 感じで、だから多分中継で見る見てる人は思ったと思うんですけども、観盛の熱ってすごい小さかったと思うんですよね。もう広すぎて、もう観客の声とかが響いちゃうっていうか、もう吸われちゃうんですよね。だからここの会場ってね。 僕も中継とかで見てるとあ,あんま盛り上がんねえなっていう印象があったんですけども前、まあ、現場行って分かりましたね基本的にこういう展示場会場とかってやっぱ天井も高いしこの声がやっぱり逃げちゃうんですよねだからこういう地方とかの展示場会場はあまり盛り上がりづらいんですよねまあそんな感じですねはいでね席もね全部フラット面なんで結構ね見,見えづらいっちゃ見えづらいんですよねだから本当は一番いいのは この A ブロック、B ブロックのこのファーストステージ、理想は大田区体育館かなっていう感じですね。もし僕が今年の G1 をファイプロで自分なりにプロデュースするんだったら、うん、このトーナメントの1回戦は大田区総合体育館。うん 本当はそうしたいところですね。ただ、大田区も今、改装とか使っ改装とかしてるんですかね。うん、まあ、いた方ないところはあるかもしれないですけども、まあ、理想は大田区総合が良かったかなっていう感じですかね。はい。まあ、それはどうですね。はい。はい、では、試合の感想ですね。ちょっともう時間が時間なだけに、えー、もう、パーってもう、本当の超一言で終わらせていきます。えー、まず、第1試合の、後藤吉橋本間村島と、ジャストフォーガイズ。 えー、とりあえずビシャモン、毘沙門。毘沙門はもう再始動しなくていいぞ。後藤待望論が消えちゃうから、毘沙門はもう組まなくていいぞ。はい。毘沙門しばらくお休みにしてくれ。で、第2試合が、田中矢野ボルチンと、裕次郎昭金丸、えー。この試合は、寝てましたね。えー、で、アキラコブ対ゲイブジェイク。これも、寝てましたね。はい。あの、ちょっと言い訳するんですけども、あの、今日ね、 全然寝れてなくて、寝る前にね、徹夜で、あの試合結果予想とかのね、ちょっと動画作ってたら、遅くなっちゃってね、2時間しか寝てなくて、すいません、この第2試合、第 3, 第3試合、もう眠気マックスで寝てました。えー、で、第4試合、内藤武士とヘ,、えー、ヘナでカラム・ニューマン。ヘナルのアルティマって、どこが効いてるのか分かんないなって思うのは僕だけですかね。で、第5試合、海のファンタズム、邪道と、えー、ハウス・オブ・ドーチャー、 ファンタズモのネガティブストーリーまた始まったのファンタズモってさ G1 の公式戦通じてポジティブに戻ったんじゃねえのもうようわからんわで、えー、ザック・ハートリー・ジャクソンとゲドーフィンで特になしこっからセミメインの感想いきますねはいではセミファイナル高木対王冠この試合の感想はえ表なんと全然違うじゃん高木かよ っっていう感じっすねこれ王冠が勝つって思ってた人がもう絶対多いと思うんすけどねだって王冠がここで3位で滑り込みで入ったイコール王冠のこれプッシュ来るなっていうその期待あったと思うんですけどもえ高木なんだっていうね驚きですよはい昨日僕もねこれはもう王冠が勝つのがもう当たり前だばりにいってでなおかつ バックステージで王冠はこういうこと言うだろうなというコメントまで全部予想したのにえ逆かよっていうねそんな感じでしたねはいはいで会場のね空気感的にはねやっぱ王冠コールの方が多かったっすね試合の後半になっていくともう結構観客の熱も高まって高木コールの方がちょっと多くなったっていう感じなんですけどもやっぱ出だしの部分はね王冠の方が多かったですね あだからやっぱ王冠待望論というか、王冠がようやく報われる時が来たぞみたいな、やっぱそういう空気感はあったんですけども、いやー、ここで終わるのかっていうねう、まあそんな感じですね。まあただ王冠はこれで負けちゃったんですけども、一応 IWGP 挑戦のまあ切符は一応持ってるっちゃ持ってるんでね、まあ、 ここで脱落しても、IWGP の挑戦権利書は得てるようなもんなんでねここ。まあ一応そこでスポットが当たるんで、まあこれはこれでまあいた仕方ないかなっていうね。うん、そんな感じですね。はい。で、次が高木ザック。またすげえ試合になりそうだなっていうね。そんな感じですね。はい。えー、まあとりあえずセミに関しては以上です。はい。で、続きまして、メインイベント、辻対竹下。この試合の感想は、まず率直に言うと、ああ やっぱ辻が勝つよね、うんまあ、まずこれにつけるっていう感じですね、はいまあ。昨日も動画で喋ったんですけども僕の予想は辻ただ私の理想はやっぱ竹下なんですよね。うん、だからこのシチュエーション的にどう考えてもこれ辻が勝つよねっていうそんな感じじゃないですか。一回初戦で辻が負けてるんで,でここで辻が勝って星をお互いイーブンにする。 まあこれでクリーンな状態っていうのがまあこれはもう基本中の基本っていうかうん。なんですけどもねここであえて辻が2連敗するっていうねで竹下が上がっていくっていうこっちの方がね面白いしワクワクするじゃないですか。で我々が抱いたこの竹下幻想っていうものは。 まだ継続できるっていうね、うん、だからそういうところ全部含めても理想はね僕は竹下に上が勝ってほしかったんですけどもまあ普通の常識的な方いったよねっていうね、うん、そんな感じでしたねはい、はい、で試合の中身の方の印象なんですけどもんとこの間の開幕戦とやっぱりテイストが変わってるんですよねこの竹下が膝を痛めるっていう竹下が膝ダメージを負ってるっていうそういう テイストになったんでやっぱ開幕戦とリズムがちょっと違うっていう感じですねリズムと構成もガラッとラって変わったっていう感じですね初っぱなの開幕戦はお互いフルスロットルでもう超なんだろう超アスリートプロレスをしたっていう感じなんですけどもでも今日は竹下が膝のダメージを負ってて要は竹下がちょっとハンデを持ってるみたいなねなんかそういう感じだったんですよねなんで竹下が この膝を痛めて竹下のこのスピードとか竹下のこのパラメーターゲージがちょっと落ちたぐらいで辻のリズムとちょうど良くなるなっていうそんな感じでしたがねだからやっぱ開幕はね開幕戦の印象だとね竹下の動きがもうずば抜けすぎてて辻のリズムがねすごく遅く感じるのと辻の 技のインパクトが薄くなったっってていう印象が残ってるんですけどもただ今回膝のダメージを受け,て受けてたことによって竹下のリズムがちょっと遅めになる比較的に竹下がダウンしてる、えー、受け手に回る展開が多かったんでなんかリズム的には竹下と辻のリズムって竹下がちょっとダメージ負ってるぐらいがリズム的にはちょうどいいのかなみたいな、うん、なんかそんな感じですかね、はい、はい。でその他気になったところは 竹下がね、今日膝痛いアピールがね、ちょっと多かったなっていう、うん、そんな感じでしたかね。まあそこまでしなくてもっていう感じは思いましたね。まあさらに言うと、一番しょっぱなの竹下がダイビング戦闘をやろうとした時、あそこでダイビング戦闘行こうとしたけども、あの膝をうってこう痛めて、えーあの、辻に迎撃される時があったんですけども、なんかあの時点でね、ああ、 これ竹下は負けそうだなっていう気配がしましまたねだからあそこ一発目で今日の竹下は膝を痛めてるっていうえそのハンデを追ってるっていうシチュエーションを作ったんであーってことはこれ辻勝つそうだなっていうねうんそんな感じはしましたねはいでまあなんやかんだで最後のねフィニッシュはいいフィニッシュでしたね竹下の投げっぱなしジャーマン を食らっっててそのまま起き上がってジーンブラスターいやああいうフィニッシュ僕は好きっすねでフィニッシュのジーンブラスターの前に1回成長ジーンブラスターをやってそこでもう竹下のヒットポイントがほぼゼロに近いぐらいにこう減ったっていう印象がついたんで,でその後に投げっぱなしジャーマンを受けながらもとどめのジーンブラスターをもう渾身の一撃でこう放つみたいなねこれはねいいフィニッシュでしたねはいまあそんな感じですね はい、というわけで、えー、熱戦を制した辻が、えー、準決勝進出というふうな形になりましてですね、バックステージとか、最後の辻のマイクとかも聞いて,聞いてる限り、竹下って、これ、G1 で最後かなっていう、うん、G1 終わったら、まあ、もうしばらく来ることはないなっていう、なんかそんな感じしましたね。なんで、僕が抱いていた、竹下、新日本入団してくれ、竹下、欲しい、これは実現することは、 なさそうううだなななっっていう気しかしないっていいい気しししか感じでしたね、はい、なので、まあ、僕もそうですし僕以外の方でも竹下元素を抱いた人いると思うんですよ竹下がワンチャン新日本にそのまま継続参戦してくんねえかなっていうその竹下元素ってあったと思うんですけどもなんか今日の一戦によって竹下元素竹下の継続参戦による竹下元素っていうのはちょっともう崩壊かなっていうね そんな感じはしましたね。だから今回ね、竹下がね、G1 で与えたインパクト,インパクトがでかすぎるんで、ちょっと竹下がいなくなった後の、これからの新日本、ちょっと物足りなさみたいなのを感じるかなっていうね、竹下ロスが半端なさそうだなっていう感じしますね。あまあそんなとこですね。まあお前それ言い過ぎだよっていう人いるかもしれないですけども、いやこれしょうがないですよ。 だって竹下ってこの G1 の1シリーズだけで辻に求めていた全てのものをこの G11 シリーズだけでもう全部やっちゃったんでだからそれはね竹下幻想とか竹下ロスとか生まれてしまうのはまあしょうがないですよあだからね我々が今まで辻にね求めてきたものを竹下が G1 で全部こなしてしまったっていうね僕はそういう印象は強いですね もう誰とやっても会場をどっかん沸かせてで新たなスターを作るかのような相手をこの光らせる力今回まあいい例で言うとまあ上村もそうですねでファンタズムもそうだしうんあと後藤もそうでしたねだからこの相手を引き出す力で会場を沸かせる力、えー、バックステージコメントもう全てにおいて完璧にこなしていたなんで辻に求めていたものがね 全部竹下がやってしまったんでねうん、いやこれで竹下終わりかーあーっていうね、うん、まあそんな感じですねはいはい、まあそんなところですねはい以上ですはいまあてな感じでいろいろ言いましたけども結局何言いたかったっていうと僕がこの試合で密かに期待していた竹下がたきりポーズからのボマイエこれやってくるのちょっと期待してたんですけどもそのシーンはなかったな ってこと。